アーバンザカパチョヒヨナ、新曲、告白、ミリボルト予告映像公開、3つの告白の方法に注目写真イコールメイク USM。ターテインメントアーバンザカパのチョヒヨナが24日、新曲、告白、の発売を控えて、ミリボルト予告映像を公開した。実力派シンガーソングライターとして愛されているアーバンザカパのチョヒは22日0時公式 SNS を通じて新曲告白のミリボルト予告映像を公開した。公開されたミリボルト予告映像ではチョヒヨナがオレンジ色とシンク色系の映像の中で3種類の告白の方法を提案する。空色のオフショルダーではつらつとした魅力を加えたチョヒヨナが、はにかむような表情で手紙を渡し頭の上でハートを作る。また、可愛らしい脅迫をする姿が公開され、これまで見られなかった魅力を余すことなくアピールした。4月18日に1ストーンソロシングル、あなたが去った後を発売してソロ活動を始めてから、4ヶ月ぶりに新曲、告白を発売するチョヒヨナの活発な活動には、音楽ファンだけではなく音楽関係者の期待と関心を集め待っている。チョヒヨナは実力派男女混合グループアーバンザカパのメインボーカルで、2009年、カフェラッテ、コーヒーを飲んで、を発売しデビューした。チョヒヨナは、一人、春を書く、木曜日の夜、など、多くの日、と曲を披露して、シンガーソングライターとしての実力を証明した。また、LINE、ピ、ミスエー出身筋、エリックナムラ韓国のトップ、アーティストたちとコラボするなど、精力的な活動を通じて人々を魅了した。また、4月18日1ストーンシングル、あなたが去った後、を発売してソロ歌手として高い支持を受けた。チョヒヨナは24日6時、2ND ソロシングル、告白、を発売する。